皆さんこんにちは、サントライダーの小賀です。春のこの季節、僕がお世話になっているサポート企業が新製品やニューモデルを発表する時期で、いろんなアイテムが小賀チャンネルガレージに届きます。そして今回届いたのがヘルメットということで、今回は翔英さんから届いたフルフェイスのフラッグシップモデル X14 を紹介していきます。それでは暇つぶしにご覧ください。小賀チャンネル、皆さんこんにちは、スタントライダーの小賀です。今日はですね、翔英さんから、サポートのヘルメットが届いたので、紹介していきたいと思います。はい、まずね、こっちのヘルメットです。じゃん、VFXWR です。はい、で、このね、VFXWR は、僕がですね、スタントライディングの時や、あとは、オフロードのトレーニングの時なんかはこっちのヘルメットをいつも使っております。はい、でなぜかというと、両方ともですね、スタントも、ハードエンデューロも非常に激しいモータースポーツで、かなり息が、上がるんですね。でその時に酸素がね、少しでも取り込みやすいように、こういうふうに、ね、顎がちょっと、前に出て、呼吸がね、非常にしやすくなってるんですけども、そういう激しいモータースポーツでも呼吸がしやすいような、こういうね、オフロードタイプのヘルメットをいつも愛用しております。はい、でこっちのヘルメットはね、僕がいつも被ってるイメージかなりあると思うので、これはですね、今度、紹介していきたいと思います。はい、で今日紹介しようと思ってるのはこっちです。じゃん、翔英の、フルフェイスフラッグシップモデルの X14 ですね。MotoGP なんかでもね、トップ選手が被っている本当にね、翔英の最高級モデルなんですけども、今回はこのヘルメットを提供していただきました。はい、で、僕ですね、普段は、さっきねお話しした通り、この VFXWR を使っているんですけれども、あまりフルフェイスのヘルメットは今まで被ってきませんでした。ただですね、本当、去年ぐらいからですよね、YouTube をやり始めて、フルフェイスのヘルメットをかぶってバイクのインプレッションをやったり、モトブロック形式で動画を撮ったりとか、いろんな形でフルフェイスのヘルメットをかぶる機会が増えました。はい、ということもあって、去年はですね、こっちの翔英の Z7、こちらをですね、提供してもらって、そういった撮影に使わせてもらったんですね。はい、でこのね Z7、 僕実は多分、映像ではね、この VFXWR がよく出てくると思うんですけども、実際は、プライベートとか映像撮影とかいろいろ考えると、実はこっちのフルフェイスの方が被ってる時間長かったんじゃないかなと、思います。はい、で、今年もですね、そういう、YouTube の影響もあるので、オフロードのヘルメットとフルフェイスが欲しいなということで、今年はですね、この VFXWR と、X14 を提供してもらいました。ね、去年 Z7 だったので違うヘルメットをかぶってみたいなというのでね、今年は、これにしました。でちなみにこのね、エアロダインというモデルなんですけども、おそらくまだ、市場には販売されてないカラーリング、のはずです。はい、近々ですね、一般にも、販売されると思いますので、気になった方はですね、ぜひ、早めに入手してください。はい、ね、あとはですね、僕はロードレースのライダーのように、本当にその極限のスピードの中で、こういったねヘルメット評価することができないので、よりですね、一般のユーザーさんに近い視線でのインプレッションになると思いますが、その辺ですね、踏まえて、動画をご覧いただければと思います。ということで、X14 紹介していきたいと思います。おかチャンネル。はい、そしたらですね、僕が一番ね気になる、形から、見ていこうと思いますね。この X14、 やっぱりこの形がねめちゃくちゃかっこいいなと、思っている方多いと思います。はい、で特にこの後ろのね、リアフラップですよね、リアフスタビライザー、がとてもね、かっこいいです。しかもここにね、こう翔英って入ってて、これがこのね形がね、やっぱりこの X14 の一番の魅力だと思うんですけども、要はこれって風の流れを考慮した形で、すごいハイスピードの中で、よりね風の抵抗を受けないように、よりライディングがしやすいように、考えられている、形なんですよね。で翔英さんって実は、自社で風洞実験設備を持ってるんですよ。
風をこう送って実際にヘルメットの中周りをどういうふうに風が流れるのか、そういうのを、ちゃんとテストする設備があるので、なので省エネのヘルメットってどんどんこう形が変わっていくんですよね、うん、だからその他社に比べるとそういった、まあ空力特性をしっかり、研究して時間をかけて、まあ、改善していく、それがねこの X14 の、形なんですよね、はい、でなのでその、まあ、正直ね僕もこの見た目がかっこいいなっていうのが一番だったんですけども、それ以上に実用的な面で、このね、空力特性をしっかり考えてある、そこがねこの X14 の一番の魅力であるポイントだと思います。はい、僕チャンネル、はい、そしたら次に、シールド見ていこうと思います。はい、でまず一番大事なポイントはこのピンロックエボレンズが付属してきますね、これをシールドに取り付けることによって、まあ、曇りをね防止してくれるっていう製品なんですけど、これがねついてるので、かなりね、まあ、嬉しいですよね。はい、で、あとは、このシールド自体ですね、3D 射出成形という、まあ、製法で作られていて、その歪みだったり歪みだったりが少なくて非常にね、見やすいシールドになっています。はい、あとですねこの縁の部分、リブが入ってます、上側と下側がちょっと厚みがあって、非常にシールドのこう強度がね、出ていて、その辺もねなんか安心感があって非常に、いいです。はい、でシールド、横ここにですね、ポチポチがついてます。このボルテックスジェネレーターと呼ばれる、まあ、機能なんですけども、この点々で、風切り音を減少させているらしいですね。すごいですね、この点でね音が減るらしいです。はい、ね、であとは、ここヘルメットをこうね開けるとき、こう閉めるとき、こう閉める瞬間にシールドがちょっとクッて入るんですよね。軸が要は2つになっていて、よりこのシールドのこの密閉感、密着度を上げるためにこのね、二軸に、なっているそうです。はい、で、さらにこの密閉度を、調節するためにここにですね、まあ、ネジがあるんですけども、ここを回すことによってシールドの密着度合いをさらに調節できるそうです。はい、まあ、おそらくなんですけども、それこそ本当サーキットでね、200キロ300キロってスピード出すような条件だとシールドの密着ってものすごく強くしておかないといけないと思うんですけども、その一般道ちょっと走るぐらいだったらそんなにこう密着度必要ないんですよね。逆にその強すぎるとこのシールドのこう締まり具合とかが逆に硬くて不便になっちゃったりとかすると思うので、ここのね、まあ、ネジを回すことによってこのね、快適な使い心地で、調節できるというね、そういった、形です。はい、これねシールド一つ取っても、いろんなね機能がこうやって入っていて、さすが省エネだなと、思わせてくれるポイントです。おかチャンネルで、次に内装なんですけども、内装は、吸湿、速乾素材のあるものを、使って、います。なのでまあ、汗かいても、すぐにね、汗吸い取ってくれて、しかもドライな状態をね、長い時間こう保ってくれる、そんな内装になっています。はい、であとは、こうねヘルメット下の部分見るとここにね赤い、ラインがね入ってますが、例えばサーキットで転んでしまったりとか交通事故に遭ってしまってヘルメットを、ね、外さなきゃいけないっていう時に、ここのね、紐とかを、うまく引っ張ることで、まあ、いち早く、ね、ヘルメットを、外すことのできるね、そんなシステムも、ついていたりします。はい、で、あとですね内装一番、まあ気の利いたシステムというか、これが一番だよなっていう機能が一つあって、実は内装、チークパッドとか、ずらすことができるんですよ、かぶり角度を調節できる内装になってるんですね。なので、まあ、人によっては例えばサーキットでこうバイクに伏せた時になんか前の視界見づらいなとか、ちょっとヘルメットもうちょっと前かがみにしたいとか、もうちょっと上に上げたいとか、人それぞれ好みがあると思うんですけども、そういったものを内装のまあ、角度を変えることによってアジャストすることによって最適化できるっていうね、そんな内装がついてるんですよね。これやっぱすごいですよね、サーキットの中で、ね、レースの中で、生まれたさすがな機能だなというふうに思います。はい、ね、あとはですね
このパッド自体いろんなサイズがあります。なので前はねよくね照英俺かぶりづらいんだよねみたいなそういうことを言ってる方、まあ、いたんですけれども、今はですねそのパッドを、その人に合わせたパッドを選ぶことによってジャストフィットさせることができるんですね。なのでどんな方でもね、最高のかぶり心地を必ず実現できるというね、そういう、まあ、ヘルメットになっています。はい、でいろいろねオプションが出てるので、もしねなんかサイズがうまく合わないっていう方がいたら、その辺調べてやってみてください。あとはですね、照英のショールームが新しくオープンしたので、そういうところに行けば、実際に、サイズ合わせてくれると思うので、まあ、ツーリングがてらねそういうショールームに遊びに行くのも面白いかもしれません。あとは、街乗りライダーが気になるのがインカムですよね。この X14 はイヤーパッドが、装着されていて、そのイヤーパッドを外すことによってインカムをね、簡単に取り付けることができます。はい、X14 で MotoGP とか走ってるヘルメットなのにインカムを、ね、取り付けられるというね、最高のオプションです。はいね、僕もですねカルド使ってます。まあ、これは今ついてるのは、カルドフリーコン4ついてますね。でこっちのちょっと見づらいですけど VFXWR のオレンジのヘルメットにはパックトークボールド、カルドのね最高景品ついてるんですけども、僕結構ねインカムヘビーユーザーなので、それがね取り付けられるのはマジで嬉しいです。はい、おかチャンネル。はい、ということで簡単ではありましたが、まあ、この X14 の、まあ、特徴的なね、ポイントを、ちょっと紹介してみました。はい、実際まだ僕かぶってないので、この後、実際にこの X14 をかぶって、まあ、実際に使って、まあ、僕の場合はねこの Z7 を今までかぶってきたので Z7 とどう違うのか、その辺をですねチェックしていきたいと思います。おかチャンネル。はい、それではね、実際に X14 かぶりながらねレビューをしていきたいと思います。はい、今日はですね、まあ、X14 ということでやっぱりその高速走行走らないとその X14 のね一番の良さねわからないかなと思って、でただねよくよく考えたら僕高速走れるバイクなくて、いつもお世話になってるウィンドウ部の部長にですね、なんと GGR の1400今日は借りてまいりました。このねメガスポーツの有り余るパワー乗ってでね非常にこれはいいですね。どこからでも加速できるし低速もすごい安定して扱いやすいし、しかもこの部長のバイクアップハンドルになっていてですね非常にポジションが楽ですね。今日はこのバイクを借りて X14 のねレビュー、僕が気づいたポイントを喋っていこうかなというふうに思います。はい、ここチャンネル。はい、で、一番最初にですねこの X14 かぶって思ったこと、とにかく視界が綺麗です。シールドが、まあ、新品っていうのももちろんあると思うんですけども、本当にシールドがないんじゃないかなっていうレベルでクリアに見えますね。歪みなんかも少ないんじゃないかな。であとはとにかく、広い、視界が広い、特になんか上の方が縁が見えないぐらい、視界が広いですね。なんかそのツーリングの時こう大空がね、目に入ってくるのでよりなんか気持ちいい視界になったなっていうのが、僕の感想ですね。おそらくね、サーキットなんかではこうやってね伏せた時に前が見やすいとかね、そういう効果になってくると思うんですけども、ね、普通に使ってもこうね空が広く見えて気持ちいいっていうねそんな効果があると思います。はい、でこれからですね、もう少し走って高速乗って照英が実際ね風洞実験でこう風を当ててね、まあヘルメットの形状とかデザインをしているわけなんですけども、その辺をね高速実際走ってちょっとね体験してみたいなというふうに思います。はい、すげえ GGR の有り余るパワーで発進が簡単。
で、あとね、X-Modin、かぶり心地なんですけども、ちょっとタイトな感じがします、僕にとっては。うん、まあ、パッドがね、新品ということもあって、Z7 もですね、最初こんぐらいタイトだったんですけど、だんだんね、中のパッドが馴染んできて、まあ、ちょうどいい被り心地に変わっていったんですけども、まあ、サーキット走るんだったらね、こんぐらいの多分締め付け具合の方が安全なのかなという感じがします。はい。で、まあ、正直ね、街中走るにはちょっと、圧迫感があって、特にね、こうチークパッドがかなり圧迫されてほっぺたの肉をですね、噛んでしまうんですよ、ね、なのでちょっとね、このパッドとか変えて、ね、自分の頭に合ったパッドにね、変えられたらなっていうふうにちょっと思いましたね。まあ、それはね、後日合わせていこうと思います。ちなみにですね、今日はですね、串谷さんからいただいたコンテンドジャケットを着ておりますね。コンテンドジャケットはね、結構そのスポーツライディングに特化したジャケットで、生地とかもね、非常に強くてね、高速走行でね、バタつきを抑える、そんな機能もついてるジャケットなのでね、X14 とね、相性はかなり抜群なジャケットです。今日はね、このジャケット着て、高速走行ね、走っていきたいと思います。またね、後日、このコンテンツジャケットに関しては、まあ、レビューの動画をね、上げようと思ってますので、そちらもね、また、ぜひご覧ください。はい。とりあえずはね、ここから、高速道路を目指していきます。はい、ということで、ここからね、高速道路を乗っていきたいと思います。 X40 どんな感じなのかね、非常に楽しみです、ね、よっしゃ、行くぞ。あ、このなんかね、車線変更の時のこの首振り、これがね、すごい楽ですね、うん、あ、確かに風の抵抗めっちゃ少ない楽ヘルメットの重さでいうと X14 の方が Z7、 僕がね、いつも使ってる Z7 よりも重さ的には重いんですけど、やっぱちょっとこうスピード出した時のヘルメットの軽快さがやっぱこう出てきますね、うん、やっぱこのね、リアフラップシステムと、あとはこのリアスタビライザー、これのね、機能っていうのがやっぱスピード出た時にこうね、体感できるなっていう感じですね、うん、よっしゃ。はい、ということで、高速道路に、乗りました。あいにくちょっとね、渋滞しておりますがね、ちょっと X14 について気づいたところをお話ししていこうと思います。はい。で、今ね、こうやって伏せた時に気づいたんですけど、伏せるとベンチレーションの機能がめちゃくちゃ体感できます。この上からですね、風がすごい入ってるのが、伝わってきますね。せっかくなんでこっちも開けていきましょうね。汗ばむ季節になってくると、やっぱりこういうベンチレーション機能ってめちゃくちゃ大事ですよね、うん、実際今ね、上開いてやっぱりこう下も開けると非常に楽です。はい。で、このね、X14 この下側がね、このチークパッドの方に風が入る仕組みになっているのでね、これもやっぱいいですよね、うん、いや、このベンチレーションは結構よくできてると思います。特にね、皆さんぜひ伏せてみてください。伏せた時にものすごい頭が涼しくなりますで、多分正面向いてるよりこうやった方が全然入ってきますねぜひ試してください。はい、ね、あとね、かなり静かです。僕がいつも使ってるね、 Z7 もそうなんですけども、静音性に関してはかなりよくできてますね、うん、やっぱりシールドの密閉度と風洞実験で作ったこう、ね、風の抵抗をあまり受けない形状と、あとはね、ボルテックスジェネレーターでね、その音をね、最小限に抑えてるんだと思います。あとイヤーパッドかね、インカムをつけられる部分にイヤーパッドが入ってるんですけども、まあ、そういったね、いろんなこう静音のための機能がたくさんあって、それでね、すごい静かなヘルメットになってるんだなと、実感できますね、うん、で、この、まあ、こういう車線変更の時も
すごいヘルメットが楽、うん、まあ、まだそんなに、ね、速度出てないんですけども、非常に頭を、ね、動かしやすいですね、うん、でまだね速度ここ制限速度60キロなんでそんなにこうスピード出てないんですけども、これからですね、もう少しスピード出して実際のね空力効果をね体感できると思います。はい、おかチャンネル。はい、で、一番気になる風の抵抗なんですけども、これ素晴らしいですね結構スピード出して走ってるんですけども、こう頭が本当に楽、うん、本当にこうスピード出してるのかなっていうぐらい風の抵抗を感じないですね、うん、であとこう車線を変える時とかにこうやってね振り向いて、ね、車線変更すると思うんですけども、こういう時に意外と風の抵抗がないんですよね、うん、でもちろんねこうやってまっすぐ走ってる時は非常に楽だし、こうやって伏せたらねもっともっと楽になります。もちろんこの GGR1400 はこうスクリーンがあるので、そもそもね風の抵抗が少ないっていう部分もあるんですけども、本当にねこうスピードを出してる中で、風のことをしっかり考えて作ったんだなっていうのがね感じることができます、うん、本当にだからそのスーパースポーツとかね、こういうメガツアラーとかで、ね、カットンでツーリングする人結構多いと思うんですけども、本当に楽です本当に楽ですねでもっと言えば多分サーキットとかで本当にねホームストレートで全開で走るみたいな、そういう競技的なことをやってる人は本当にこうその恩恵をね最大に受けられるんじゃないかなというふうに思いましたねびっくりしました。僕普段はねスタントライディングってギアを1足しか使わないんですよ。だからすごいその低速な競技なので、 VFXWR ってねどちらかというと呼吸のしやすいヘルメットをかぶって使ってるわけなんですけども、だからこうやってねスピードを出す機会って、スタントライダーってあんまないんですよ、うん、だけどやっぱり、ね、こうやってちゃんとね高速道路でスピード出してね、見るとこのフルフェイスの性能の良さっていうのね、しっかり体感することができましたね、非常に勉強になります。はい、ね、なので、もちろんねその MotoGP や、ロードレース、全日本のロードレースなんかでね、こう使われてる省エネのフラッグシップモデルなんですけども、こうやってね、ストリートを走るライダーでもその恩恵をね十分に感じられることができると思いますね、ぜひねこういう、スポーツ系の車両を乗っている方、X40 最適なヘルメットだと思いますので、ぜひね、ヘルメット選びの際は候補に入れてみてください。ということで X40 の紹介動画でした。